こんにちは。本日もやってまいりました、金曜ドッカンです。本日メイン MC の佐藤ジュリアです。そしてチャッターはですね、どうぞ。はい、おなじみの山崎ゆうりです。よろしくお願いします、はい、そしてちゃんと間に合ってる、ちゃんと間に合ってる。そしてですね、本日はこのメンバーでお送りしたいと思います。よろしくお願いします。でですね、チャッターさんがいらっしゃってくださってます。紹介お願いします。はい、ただいまチャッターさん、はい、ルソロさん、トーミーさんが来てくれました。ありがとうございます。でですね、あのチャッターさんのですね、シルソルさんがね、なんかメガネ多くないみたいなコメントをくださってるんですが、本日はですね、もう先にあのザキヤマさんが出落ちをさせてくださったみたいで、なんかブログにもコーナーをまさかのまあそんなわけでですね、あのご存知の方もいらっしゃるかと思うんですけれども、本日はですね、前回ですね、あの大場くんがね、メガネメガネってすごいいじられてて、なんでしょうかね。そうで、その帰りにですね、なんかみんなで喋ってたらメガネいいんじゃねみたいになって、うん、もう私がやっつけにメガネコーナーにしようぜみたいなのになっちゃいまして、うん、本日は全員メガネをかけての出演となっております。なので、後半のコーナーはメガネについていろいろ語りたいと思います。まあそんなわけでですね、今週もよろしくお願いします。ではでは、恒例の自己紹介からいきたいと思います、うん、ではでは、後ろの方からよろしくお願いします。はい、松尾翔平です。よろしくお願いします。喉、はい、に喉に、まさか何喉にって喉にって、あのね、アフレコのね、アフレコの、まあ、レッスン昔あったんだけど、うん、それでネズミの、とあるね、はい、とある洋画で、はい、ネズミハムスターのロドニーっていう名前があって、それがね、妙にハマる役で、うん、先生も絶賛して、うん、逆にロドニーの役しかできねえんじゃないかって言われるぐらいハマってるから。何、ネズミが得意だろ。ネズミが得意とかでチューチュー勢いだろ。チーズ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 じゃないかー。よかったね、笑って。そう、そういうキャラなんだ。いや、そういうキャラだ。じゃあ、ね、とっとこハム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 にね、依頼来たらいいね。そんなですね、彼ですが、どうぞどうぞ。どうぞどうぞ。あ、そうか、そうか。うん。ブログでやっております。そのテンパるからな。アメブロです。はい。Google ヤフー松尾翔平と検索していただければ、はい、多分頭の上に来ますので、はい、ぜひクリックしてください。はい。よろしくお願いします。はい。ぜひぜひコメントなんかもね。ちなみに、何何？アシストさんがこんにちは、はい、まず一番初めにユーリンがいることにびっくりした。そうだよね。ですよね。ですよね。あの本番に遅刻したら1回につき5分ずつこう出られないと、ね、いろいろ罰ゲームやるんでね、皆さん、あの視聴者の皆さんもね、ゆうりちゃんの遅刻を数えておいてください。メモってメモってメモってね。そうそうそう、うん、ね、なわけでですね、なんか告知ある？あ、僕はないです。あ、大丈夫ですか？あだ名、はい、はい、あだ名来てます。あだ名は、うん、ドドチーズさんでって来てます。いいね、ドドさん、ドドチーズさん、ドドチーズさん、ドドチーズさん、ロードチーズで。なんかロードさんとかかっこいいよね。なんかね、外人っぽいしね。じゃあ私さ、こないだからさ、すごいみんなにって言われたんだけどさ、彼イケメンだと思うのね、私の中で。おかしいよ。ゼレちゃん。みんなにね、すごいね、反感を買ってね。おかしいよ。いやいや、これね、これ思わん、ちょっと視聴者さんにも聞きたいんですけど、これキャラとかね、その、まあ、もうぶっちゃけて服装とか全部どけて。どけるの？あの、顔だけね、純粋にちょっとこう、澄ました顔してください。顔だけ見て、ほら、顔だけ。表情がダメってことですよね。なんかさ、結構さ、なんか舞台俳優さんとかさ、なんかいそうじゃない？ぶっちゃけ。フランシスコ・ザビエルに似てるような感じでしょ？目力ありますからね。こうやってやって、こうやってやって、こうやってやって。ザビエル？ザビエル？じゃ、ほんとに。ロドエル？こないだね、その。おかしいかも。後にね、みんな有志でね、行ける人はなんかご飯とか食べに行ったりするんですけれども、うん、その時に私が言ったらもう全員のブーイングを受けて。受けました。でもね、なんかこう結構おしゃれしてでね、あのなんて言うんだろう、眉毛とかも綺麗に整えてね、でね、こうなんかイケメン風、絶対いい顔だと思うの。なんか改造してあげて。そうですね。じゃあ今度あの改造計画をしたい。ロドに改造計画。いつかコーナー作りたいと思います。そうだね。改造計画。改造計画したいと思います。シルさん
さんが又吉タイプのイケメンですねって言ってますね。又吉、はいはい、タイプ、又吉、あの幽霊みたいな人じゃないですか、あのピースの、あー、はいはいはい、そうそう、なんかなんかキャラとか、うん、なんか喋ることで変なキャラみたいにされてるけれども、うん、顔だけは絶対イケメンに入ると思うんですよ。いや、おちゃめちゃんのね、色はね、リアル。いや、あのね、イケメンにもいろんな種類がいると思うね。で、もちろん今流行りの、うん、まあ、その舞台に出てる若手のね、うん、まあ、イケメンもいるし、うんうんうん、例えばまあ渋いところで言ったら真田さんとかさ、あの筒井さんとかさ、ああいう本当の、まあ、渡辺謙さんだったりとか、ああいう人もいるけど、うん、結構ね、私の中ではね、ちゃんとすればイケメンだった、ちゃんとすればイケメンだった今、ね、プロだった、ちゃんと普段多分ちゃんとしたもういいよまあそんなわけでですね、近々彼の改造計画するんで、あの皆さんよかったらよろしくお願いします。この手のタイプは30過ぎると、はい、うん、いい男になるね、絶対そう、35過ぎ、そう思う、もうなんかさ、やっぱ若い時ってさ、派手だったりしてさ、顔の造形よりも格好とかさなんか、うん、何面白いんだけど、シルソルさんは第30の使徒ロドエルロドエル何で使徒なんですか、エヴァンゲリオンじゃない、よかったね、ロドエル新しい名前ついてた、行こう行こう、ラミエル・ロドチーズとかいっぱい上がってますからね、ね、結構ね、彼私結構好きなんでね、これからちょっとずついじっていこうかな、そんなこと言っちゃうと喜んじゃうから、はい、喜んじゃう違うよ。まあしょっぱなですね。あんまりこれで引きずってもあれなんで。トミーさんみたいな男に興味なしで。あ、なしで。もうちょっと行きます。ちょっと行きます。ではでは続いて大場君よろしくお願いします。大場勝則です。はい、ブログをやってます。アメブロで大場勝則の精神と時の部屋と検索していただけるとブログがやってますんで、うん、よろしくお願いします。はい。お。はい。爆弾野郎。爆弾野郎で、うん、世界に羽ばたく優しい爆弾。うん、あとそうですね、舞台に出ます。はい。まあ多分あの男は興味ないっつんで、あ、まあ、スタラート流しますが、はい、後での仕事をやります。はい、一応まあ、ウエストゲートさんの旗揚げ公演ですね。どこでやるのかな、浅草橋のアドリブ小劇場、はい、チーム A に似てます。あ、ダブルキャストなんですね、はい、おー、なるほど、これ切れるんだ、ブログなんかにも ね、ぜひ、まあ、ぜひ、コリキが出るのがすごい気になったんだ。え、コリキどこ、長州コリキ、そうだね、すごいですね。まあ簡単に言うとどんな話なんですか。まあ本当に新喜劇で、お笑いですね、人情もんみたいな感じですか。そうですね、お母さんが帰ってきた、うん、まあ文字タイトル通りですね、うん、帰ってきたお母さんの話。ほう、なるほど。じゃあぜひぜひね、あの興味のある方は見に行ってあげてください。はい、ちょっとこれ質問来てるんですけど、はいはい、あの爆弾は何爆弾ですか、いろいろ種類があるけどって書いてある。何することお願いします。無茶ぶりか。あのね、ここ因縁の中だから、因縁の中だから、ここ、なるほど、任せる。なんか言えよ、なんか言えよ。思い出系、今覚えてる爆弾、覚えてる爆弾、なんか言う言う白書だね。NGK の新喜劇は見ましたかって来てるんですけど、あーね、私大阪出身なんで、NGK とかね、あとシューズさん、また、次乙女ちゃんに質問なんですけど、はい、乙女ちゃんに聞きたい、俺はいつモテ期来ますかって来てるんですけど、モテ期、シルサルさんのモテ期、うん、明日、早いね、明日、シルサルさんモテそうな気がしますけど ね、優しそうだし、ね、優しいしね、結構可愛い顔してるし ね、ピチピチだしね、ピチピチ、ぜひぜひね、あの、うん、みんなも見たい人いるんで見に来てください。ぜひぜひ。うん、他になんか告知あります？は特にない。あ、了解しました。ではもうサクサクっといきましょうか。はい、続いてどうぞ。はい、さあ乙女ゆうきです。はい、ゆうきちゃんです。はい、サクッとブログ、うん、帰ってきてくれたの、帰ってきてくれたの、もう私突っ込んじゃうけどね、うん、ゆうきちゃんがね、ジュリアさんとのどっかにはもう出ないとか悲しいことを先月言ってたけどね、うん、帰ってきてくれて私は嬉しいんです。しかもリニューアルしたんだよね。嬉しいんです。今日から女ジョソコ、ちゃんとスカートも履いてるしね、男の子になったんだよね。そうそう、女装、娘さんになったんだよね。ちょっと立ってみたりとかっていけるかな、見えるかな、見えるかな、そう、スカートになって、そう、女装子になった、女装子、男の子、なんかね、あの、なんだっけ、
特許みたいなの取られたよね、名前ね、男の子の子、娘、男の子娘で、ね、なんかね、ニュースでやってたね、あれ使えなくなっちゃうとか言ってね、いい、宣伝していい、うん、はいはい、アメブロで、はい、オレンジローズやってます、コメントお願いします、うん、はいはい、オッケーです、投げキス、あら、告知告知は時間ないです、はい、あったあったあった、はい、今週の日曜日、ジュリアンとユウキ、はい、今回はガンダム特集をやります、はいはい、よろしくお願いします、はい、気になるな、ガンダム、そして、うん、アメブロでグループあるのでよかったら参加してください、うんうん、待ってます、待ってます、あ、ここでちょっと、うんうん、あの明日、はいはい、ちょっと息が来るということで、はい、はい、じゃあ明日川にずっと漂ってますって言うんですけど、なんで川なの、なんで川なの、寒い、危ない危ない危ないよ、シーサーさんって川でなんか死にそうになったとかなかったっけ、だよね、そうだ、危ないよ危ないよ、ダメダメダメ、今入ったら寒いんでね、ナンバーバスとか行くとさ、道頓堀とかに飛び込んじゃったんだ、道頓堀ね、飛び込んじゃったりね、阪神優勝した時だよね、関係ないからね、あれね、みんなやりたい人は多分やるんだろう、でもね、ちゃんとこう囲いができちゃってね、なかなか飛び込めなくなっちゃったんだよね、切り替えが早かったから多分淀川で、淀川ですか、誰か助けてくれるのを待ってます、わかる、淀川、淀川わかります、淀川、大阪のあの水ですね、水源、うん、今ね、今ちょっとね、まずびっくりして笑っちゃった、水源なの、水源、東京の水源はどこか知らないけど私、うーん、どこなんだろうね、東京の水源ってね、まあ、とにかくあの危ないので、うん、家で遊びですよ、危ない、ね、みかんばらって言われてます、みかんばら、オレンジローズですね、あ、オレンジローズ、名前オレンジローズとか言ってました、私もお腹かと思ったちょっとお腹出てないわよ、お腹出てないわよ、私みかんみたいな丸いこうやってさすってたから、あれお腹と思って出てるって思って大丈夫大丈夫、出てないはず、意外にいい体だからね、うん、おっぱいは出てるけど、うん、分かったよ、はい、まあまあそんなゆうきちゃんでしたと、はい、では続いてお願いします、はい、たーい、皆さん、チュラです、はい、チュラさんです、ヤマトンチュの方も、ウチナンチュの方もよろしくお願いします、うん、はい、ブログやってます、うん、チュラのイチャリバチョーデと、はい、モモリンのつれづれ日記、うん、両方やってますんで、よろしかったら、コメントとかペッパとかよろしくお願いします、はい、あと、告知なんですけど、11月の27日日曜日、うん、ファッションタイムコレクションサイド A に出ます、はい、13時から14時生放送なんで、ぜひ遊びに来てください、ぜひぜひ見てください、その番組どういうことやってるんですか、あ、ファッションについて主に語っています、へ、はい、チュラさんもなんかそういうネタを持っていって、そうですね、一応あの道の美容部員だったんで、はいはい、その辺のことを、あら、美容部員だったんですか、そうです、え、何、化粧品屋さん、そうです、へ、10年間勤めてたんで、へ、ちょっとブログのタイトル噛みそう、ユーリン早口で言ってみて、よっしゃ来た、はい、頑張って、おい、知ってみろ、ちょっともう一回、もう一回見せてください、チュラのイチャリバなんとか、チョーデ、2つ目、チュラのイチャリバチョーデブログ、いたいた、いや、全然分かんない、1行で終わっちゃったんで、判定お願いします今の判定を、あとですね、12月の4日になりますね、15時から16時、はい、毎月第1日曜日、うん、チュラと、うん、レナ、この間先週出てたと思うんですけど、関根レナちゃんと番組も持たせていただきます、おめでとうございます、でもね、そう、タイトルがまだ未定なんで、はい、まあ、結構近くね、タイトル募集中なんで、あ、じゃあ視聴者のね、皆さんにもタイトル、なんかその番組のイメージとかあるんですか、いや、もう皆さんと楽しくおしゃべりをしていけたら、あ、トーク番組、おー、じゃあなんかそういうね、チュラさんたちのイメージとトーク番組のイメージでね、なんか皆さんにぜひぜひ名前をつけていただいたらななんて思いますね、皆さんに愛されるような番組にしていきたいと思ってますので、はい、ぜひぜひあのコメントとかあのテープとか、はい、メッセージとかで、うん、あの言っていただければ、あの何でしたっけ、
ん何何でしょうね、ぜひよろしくお願いします。はい、よろしくです。はい、なるですね、なんか来てらっしゃるんですね。はいはい、ミッピーさんが来てくれました。ありがとうございます。ぜひぜひコメントしていってください。さっきの早口の、はい、早口の点数3点なんで1行しか言ってないからね。早口になってないよね、1行でね。そうですね、こちらの一アリバ長ねちょっと噛んだね。そんなチュラさんでした。はいはい、はい、ゆさしく人間サビラーなんで。あ、あ、なになに、なんてなんてなんて、呪文しく人間サビラー。な、なになに、沖縄の方言でよろしくお願いします。なるほど、言えと、言えと、沖縄弁全然わかんないよね。チュラーヘッチュラーってシーソーさんが言ってる。わかった。じゃあ、チュラさん、そんなチュラさんですか、他にありますか？特にないです。あ、ありがとうございました。ではでは次、はいはいはい。新しい方来てくれました。はい、岩崎さんが来てくれました。ありがとうございます。久しぶりです、ここでは。はい、ここではってことで。ぜひ、ぜひコメントしてください。はい、書いて書いて。ではでは次行きましょうか。ボス。はい。紹介おかしい。まあ、サングラスでね。はい、うん、じゃあね、これね、突っ込んでいいのかな、伊達メガネでよろしくお願いしますってメール打ったはずなのにグラサンできたからね。いや、あのキャラという形でお待ちになるんですか。そう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 、あのちょっとテリーとに、え、テリーと、テリーと、そっちかそっちかで、すいません。で、はい、五十嵐翔と申します。アメブロやってます。はい、タイトルが五十嵐翔のしょうもない話ということで、はい、こちらで検索していただければ引っかかると思うのでよろしくお願いします。はい、で、告知なんですけど、うん、これ、今日なんですけど、今日これが夜6時から放送、ユーストリーム、渋谷スタジオで生放送、はい、3時間で、長岡工場生の丸ごとガガ、うん、秋の大感謝、大丈夫だよ、大丈夫だよ、はい、をやります、ね、はい、こちらは、こちらちょっとあ、月に行った方がいいか、すいません、何すいません、ちょっと後ほど、こちら12月11日にも、こちらアニソンライブをやります、はい、やるんですね。で、アニソン頂上決戦ボリューム8、アニソンは日本文化の宝、インタイムタナーという、まあ、こちら、音楽情報番組のタイムタナーとコラボした、イベントとなっております、はい。で、まあ、先ほどもあの今日やられる番組の中で、一応そのイベントの、まあ、トークタイムというかそういう感じで行われます。なるほど、はい、ね、これちょっと今視聴者さんがコメント来てるんですけど、まあ、自分で振ったからやれということだと思うんですけれども、自分でね今テリーと言ってたんで、視聴者さんがね、はい、テリーさんの真似しないんですか、はい、これはね、うん、ちゃんと本人が言ったからやってもらいましょうかね。そうそう、うん、どうぞ、はい、3、2、1、いやー、やっぱりいかんのおきゅうちゃんは可愛いですね。はい、いやー、何言ってもなんてさないよ、本当にすいません、ありがとうございました。テリーマンさんはどの役で出るんですかって。なに、テリーマン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 にしてテリーマンにして、筋肉マンのことはいいよ、筋肉マン、役、どんな役で出る？多分そうじゃないかな。私の方はゲストとして一応お呼び、出させてもらうことになってんで、一応ゲストっていう形になってます。じゃあフリートーク？はい、そうです、はい、3時間、ぜひぜひ、じゃあもうこのままね、パソコンの前で皆さんずっと待機していただいて、はい、同じユーストリームなのでね、はい、見てください。他にありますか？すいません、もう一個、あと、12月、先ほど11日もあるんですけど、うん、2days で、まあ、場所が違うんですけど、はいはい、こちら第1回紅白アニソンバトル、うん、場所が池袋のビッグバンドボックスというところでやります、うんうん、まあ、詳しい詳細はブログでお知らせしますので、はい、ぜひチェックしてください。はい、ありがとうございます。そして、あと最後にすみません、はい、明日26日、怪物くん映画公開になります。そうですね、私、五十嵐翔もインド人役として出演させてもらいます。できれば皆さん見てください。はい、見に行ってあげてください。最近ね、番宣すごいやってますもんね、うん、ずっとテレビでね、今日もね、うん、ZIP に大野くんが出てた。あ、ほんと、うん、もう毎日毎日ね、深夜もやってるし、うん、普通の時間もやってるんで、うん、ぜひぜひあの劇場に行った皆さん、探してあげてください。なわけで前行きましょうか。どっちから行こうかな。ミニソナさんから行こうかな。私、どっちからお願いします。はい、で MC の方がソフィアの傍観に似てるって、あら、イケメン、
え、私？私え、私？あなただよ。違う。さっきね、あの出るやつの MC の人がソフィアのボーカルにいるかな。そうなの？違う違う。私？私ですか？どっちですか？ジュリアちゃんですかね。こっちの番組のですかね。私あの男の人で似てるってよく言われたのあの黒夢の清春さん。すいません全国の黒夢の清春さん。あの結構言われることがありましたね。あゆだね。ショートカットの時に。まあ今ねだいぶ髪の毛短くなったんで。うん。なになになに？ユーリン髪切った、うん。いきなり関係ない話って本当だよ。何切るとね。髪切れ？ああ、ほら、ああ、私だったんですね。あら、そう、私ね、本当男顔なんですよ。実はすごい。バチョの清原さんって言うんですけど。清原さん、清原さんですよ。清原はいないよね。いないよね。あんな黒くない。あんなでかくない。あんな細くないよね。結構私本当男顔なんでね。まあ、男顔の女の人好きなんだ。20歳ぐらいの時とかもっと痩せててもっとショートだった時とかで、うん、よくハーフの男の子に間違えられましたね。あで、あのブルーコンタクトとかしてて、うん、今はねみんなしてるけども私が20歳ぐらいの時からもうね、そうだね、10年前ぐらいってなかったんで、うんうん、もう普通にね外人の男の子だと思ってたみたいで、うん、座ってたらねこの辺、あの子外人の男の子じゃないのみたいな話とか、いやめっちゃ日本人やししかも大阪人やしと思いながら結構聞いてたりしたんでね、結構男の子に間違えられますね私。まあそんな話かな。何黒くないね。そう黒くないよね、うん、黒くないね、わらわら白いよね、どっちかったらね、うん、そう清原さん黒いからね。そう、あ、清原さんね。そうこの清原のくだりだから、うんうんうん、まあそんなわけでですね、ベニソラさんの紹介いきましょうか。お、あ、いいですか。はい、はい、こう言ってこえ？え？あ、いや、いや、全然いいよ、全然いいよ。みんな、この辺だね、この辺だね。おおおはい、はい、一番女の子だから。はい、ベニソラーです。はい。サクサクと、アメブロでブログやってます。うん、ベニソラーのブログです、はい。検索していただければ多分出ると思います。はい。最近更新がちょっと滞ってきてるんで。確かに。頑張ります。最近、はい。頑張れよ。みんなね、聞いてないね。楽しみにしてくれてる人もいっぱいいると思うんで。はい。あ、ちょっと質問が来てるんですけど、三つ木さんから、うん、ベニが名字って来てるんですけど。はい。ベニが名字です。おベニ名字で空名前です。あ、そうだ。え、はい、芸名だよね。芸名ですだよね。はい、空ちゃんでいいの。空でいいんです。ソラちゃん名前はこれなんか聞いていいのかな、どういう由来でつけたんですか。最初空でやろうとしたんです、はい、うんうんうん、そしたら名字をつけろとあ言われまして、はい、それで NG が出た結果、うんうん、ベニになったのです。へえ、なるほど。ベニ、はい、なんかそういうちょっと好きな言葉だったりするんですか、空とか。そうですね、空が好きなので、うん、眺めるのが好きなので。なるほどね。はい、うん、なになに好きだからね。あの空知さん、うん、銀魂って言ってるんですよ。白さんね、完全あのあなたしか分かんない、うん、ちょっと分かんないし。銀魂好きだからね。銀魂といえばね、なんかあの某ね国会議員の人のやつで今ねいろいろ揉めてますね。あ、そっか、いますね。いや私銀魂全然見てないんですけど、友達に好きな子が多いのと、結構私あのオタクなんで、うん、まとめブログとかとか結構読むんですよ。寝る前とかに何あるのかなみたいなんで、それで結構今ねあの某国会議員の人がなんか中傷されたらだんだらかんだらとか言ってね、今話題ですよね。銀魂ね、笑い、ね、あ、多分ねご存知なんですよね。結構銀魂ってそのパロディーがすごい多いんで、最近だったらあのねタイガー&バニー人気だったから、そのキャラがねちっちゃいのでこうベアって出てきたりとかね、いろいろなんかそういう小ネタが挟んでる番組みたいなんですけどね。それなんかいろいろ全然見えないってね。めちゃめちゃオタクです。あの先天性のオタクなんで、多分あの肯定性じゃなくて完全に先天性なんで。否定できないよね。否定できない。いやなんか肯定性ってさ、例えばなんか中学高校ぐらいで腐女子こじらしたみたいな感じだろうけど。こじらせた。でも私多分ね、もうちっちゃい時から本当に好きみたいで、やっぱ幼稚ぐらいの時から戦隊見てたりとか、なんかウルトラマン見てたりとか、そう結構私なんか男の子が好きなものがすごい好きで、結構そういうアニメとかもずっと見てたし、
大体ね、あの80年代のアニメとかめちゃめちゃ詳しいんで、どっちかっていうと、今のより詳しそうだね。そうですね、そっちの方が得意で、なんかまあね、俺の嫁っつってね、家に嫁ハウスっつってね、あのフィギュアとかいっぱいあるんですけどね。結構なお宅、結構なお宅です。あ、兄さん兄さん、うん、乗りついてる。嘘、うん、乗り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 、モザイク、モザイク、この辺モザイクでよろしい。乗り食べてないよ、乗り食べてないよ、乗り系。あ、モザイク入るんだ、すごいすごいすごい。これからやってもらおう。そしたら私1時間ほどのモザイクになっちゃうよね。あ、じゃあこれからさ、ゆりちゃん遅刻したらさ、遅刻した分だけモザイクになるから。そうだね、うちら2人ともモザイクになっちゃうから。ここバーってモザイク。そんなことできるんだ。面白いな。ありがとうございます。おかしい、超面白い。乗り込んでないよ。そんなわけで、なんか告知ありますか？特にないですか？じゃあもうサクサクっといきますかね。25だって自己紹介が終わってないって。そうそう、すごいな、今日盛り上がってますね。髪の毛食ってたんですか？ではでは、ちょっと次行きましょうか。お隣、私最後でいいんで。あ、じゃあ、いいよ。あ、じゃあ私からじゃあ、はい、ゆりちゃんどうぞ。はい、どうも、山崎ゆりです、うん、はい、こんにちは。キャラがおかしい、ね、今日はちょっと医者っぽい感じで来てみました。気持ち悪いの。お前に置いとくなよ。また因縁の対決。そしてはい、グリーとアメブロでブログやってますので、はい、ペタにしてペタをしに来てください。はい、無理しなくていいよ、頑張るなんか、前黙ってろ。下打ちしない、下打ちはしない。その下打ちは多分カットされる。あ、入ってるでしょ。失礼いたしました。かわいいね、今日ね。そして、うんうん、はい、じゃあ今一番したい告知。うわー、出たよ。私が、はい、こちら出る JKG のイベントでございます。 JKG とは J-NET キックボクシングガードの略でございまして、はいはい、その選手の交流会、ファン交流会が12月10日に行われますので、うん、どうか遊びに来てください。ぜひぜひ。私がこうね、ボクシングでこうミットを殴ったりとかもするかもしれないし、ちょっとしたパフォーマンスもするかもしれない。あの選手の方がちょっとしたパフォーマンスをやってくれるかもしれないっていう、ね、楽しいイベントとなっておりますので、よろしくお願いします。え、それは当日実戦やらない。実戦っていうか、キックボクシングはやらない。キックボ、あの、いや、ミットであのこの持ってるのに対してこうボコボコやったりとかするのはあるかもしれない。サンドバッグならあるよって。え、サンドバッグならあるよ。本当だ。ぜひぜひ連れて行ってくれる。じゃあ、あのカウンター付きで、うん、レシピしてやる。ほら、女性に手を入れちゃいけないんだよ。ゆりちゃん、当日は水着ですか？私それがすごい気になってる。そこですか。親父いますよ、これ。あんたもね、ずれたのね。そこ重要ですよね。うん、そこが重要。その試合動向よりもね、やっぱりね、水着とか、なんかいろいろ重要なんで。もちろん、着させていただきます。うん、おー、来た。他の選手がもう着るってことですよね。他の選手、あ、それはまあ来ますけど、何なんか、なんかね、なんかみんな来ますよ。なんか、うん、ゆうちゃんのね、下打ちやっちゃったな、うん、下打ち、モザイクして、わらわら。そう、瞬時に、お葬式からボクシングまで幅広いで、じゃあデモンストレーションで後ろの誰かをパンチしてみようか、わら。トーミーさん、特に興味はない、わらわら。ちょっと怖い。やるの本当に。試合が始まります。やるの。あれ、ゴングないの、ゴング。バンバンしない、バンバンしない、バンバンしない。やる気ままやってもいいけどさ、俺やってもいい。はい、やるならやって、やるならやな。取れない、遅いわ。でパンチ。なんで俺がここにするの。ラグだ。まあ、そんな感じですね。失礼いたしました。ぜひぜひ、じゃあ、あの水着のね、ゆりちゃんとですね、あのいろいろとね、格闘するゆりちゃんを見に行ってあげてください。で、いいですか。はい、トミーさん、特に興味はない、笑い笑い笑い。そうそうそう。興味持ってください。はい、もう、そう、もう、アイドルなんでね。興味持ってください。いやあ、じゃあ行こうかな、そろそろ。はい。サクサクと行くか、サクサクと。ね、もうじゃあ行こうかな。じゃあ、じゃあ、まだ真ん中になっちゃうから、これ。いいよ、今日はコーナーゆっくりで。そうだね。たまにはこうやってね、自己紹介で。ゆっくりするのもいいね。ね、ちょっと自己紹介でみんなで盛り上がるのも楽しいんでね。うん。はいはい、どうぞ。はい、どうもどうも、バケツ2個用意しておりますか ?2 個じゃ足りないかな。桜木しずくでーす。こんな感じで、アメーバブログでブログやってまーす。ペタとか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 ペタ
そうそう。これ止めないといつまで続くんかな。止められるまでやるよ。あ、じゃあ終わるまでペッていう。これは最後でいいや。これは最後で。で、これこんな感じもやってます。はい。なんで止めるかなってきてる。そうそうそう。止めない。みんな優しいからさ。またこんなんもやってます。はいはい。ざっくりで、はい、こんなんでやってます。いいよ、ゆっくり宣伝してもらって。今日は後ろ来てもいいから。どうしてもね。うん、これ、はい、どうしても来てほしいです。11月29日の、池袋ビッグバンボックスアイドルアニソンライブやりますので、ぜひ来てください。あの、私にコメントとか、あの、うん、ね、メッセージくれればワンドリンクで入れちゃいますので、うん、ぜひ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 可愛い子を見つけに来てください。はい、これ歌うの？歌います。まあ、でもまあ、あっち盛り上げ役なんで、うん、一曲だけアニソン、うん、へぇ、じゃあぜひぜひお願いします。聞きに行ってあげてください。っていう感じで29でーす。そうです。あと、あ、こっち先行こう。はい、こんな感じで忘年会クリスマスイベントの MC もやらさせていただきますので、うん、ぜひぜひ秋葉に、うん、それ何イベント？これね、なんかね、なんかね、うん、私もわかんないんだよね、これ。あれ？なんか一応なんか人の、なんか、前にちょっと、うん、ライブで一緒になったアーティストさんの女の子がいるんだけど、その子が主催してて、うんうん、声をかけていただいたんで、皆さん MC やってって言われたんで、あ、うん、やらせていただけるんならやりますって思う感じで。じゃあ、まあ、ぜひぜひ見に行ってください。はい、こっちが、もう年末なんですけど、これは年の瀬なんですけど、うん、12月28日に、うん、あゆみフェスというファッションイベントの、うん、はい、の MC をさせていただきますので、あの脇にいるエロユーリと、うん、エロユーリと、あともう一人、あの他の多分可愛い女の子がいますので、うん、ただこれちびっ子から多分高校生とか大学生とか結構大人のお姉さんまでのいろんなファッションイベント、はい、これのうちら二人の番組の1回目がこれのイベントの脇でやらせていただいたんですけど、うんうんうん、結構普通に面白いんで、うんうん、本当に番組やりながら本当に何回も3ガチで見てたんで。ファッションショー？ファッションショーですね。本当にファッションショーですね。ガチです。すごいな。じゃあぜひ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 、綺麗な女の子も可愛いファッションショーで、ぜひぜひ来てください。はいはい。これはね、大事でしょ。なんか来た？あ、来た。来たっすよね。なんか来た。雑だったな。来ていただいた感じで。はい、来ていただいてます。はい。トミーさんが、行ってはってもいいから、交通費くれって言ってるんですよ。ってこと言っていいですか？どこでしょうかね。トミーさんのことから言ったら、結構、うんまんしますよね。うん、飛行機とか使っちゃったらね。飛行機とか使っちゃったらうんまんしますよね。しますよね。あの、もうちょっと、あと半年とか1年待っていただければ出しますよ。あの、年末ジャンボ宝くじ当てるんだよね、トーミーさんね。この間、そういう話をしててね、あ、昨日かな、私がツイッターでね、年末宝くじの、あのニュースやってたんで、うんうん、いいなーとか言ったら、もう当てて東京に上京するって言ってくださってるんで、じゃあぜひ当ててくださいっていうね。そしたら、ジュリアちゃん 9.9 割でいいから、うちら 0.1 割でいいから、うちらの方も見に来てみたいな。ぜひ。私もやだよ。だから、ここセットだからさ。で、これをね、告知したくて、うん、はいはい、はい、第3、毎月第3日曜日、ゆうりと雫の暴走中っていう感じで番組をやらさせていただいております。15時から16時やっております。この前も本当にありがとうございます。トミンさんはじめ、トミンさんはじめ、ありがとうございます。本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。吉尾さんね、本当にありがとうございます。という感じで、これからもよろしくお願いします。ちょっとね、いろいろ、ちょっとね、そっちの2人に負けないようにって、今の段階で相当負けてるんだけど。あら、そうなの？相当負けてるんですけど、わかんないけど、まあまあ、でもうちらの成長を見ていただければと思うので、お願いします。お願いいたします。あ、そうですね。あと、姉さんもファッションショーに出るよねって来てる。私は出れない。 MC です。です。喋りです。まあ、出ればいいじゃん。出ればいいじゃん。それユースの範囲無理でしょう。でも、それさ、ファッションじゃないの。でも、MC だから、それなりのファッションも。いや、あのね、この前の時も MC は MC で別の子がやってたのね。その子たちは出た子たちもいたんだけど、うん、トータルでやってた子たちはファッションショーには出てなかったから、多分要は、まあ、ガチな話をしちゃうと、真面目な話をしちゃうと、うん、何でもそうだけどね、あれだよね、ライブとかで出演者と MC ってなるべく一緒だと良くないんですよ、あんまり。ちゃんと出演者は演者は演者、うん、MC は MC、 裏は裏って やってないと。まあ、なんかその裏の話はいいんですが、うん、そうなっちゃうんです。それユーストリームの配信するんですか？どれですか？そのライブは、ライブしないです。あ、しないの？1回目は、うん、してたからね。その脇でやってたんですけど。そうなんだ。じゃあ、もうユーストリームで見れないんで、絶対現場に行って見てあげてください。ぜひぜひ来てください、うん、ね。あの、ユーストリームのね、配信やるのかと思ったら、やらないんですね、うん、そう、1回目はたまたま。じゃあぜひぜひ現場で見れないんでね、ぜひぜひ渋谷のウームなので、うん、ぜひぜひ来てください。見に行ってみてください。
で、あ、はいはい、やだってきましたね、これ、ジュリアちゃん来るって言ったら来てくれるのかな。ジュリアちゃん来るってね、ゲストでね、呼んでもらおうかね。ジュリアパネルをちょっと水着、水着のね、水着とか作っちゃってね。そうそう、あの、下半身、こっから下は全部ゆうりちゃんでね、顔だけ私、それはそれでいいかも。それはそれでいいかも、お前、両方に失礼だからね。そうだね、両方に失礼だね。まあそんなわけですね、私も行きましょうか、うん、もう今日自己紹介だけで終わっちゃいそうだから、いっか今日ね、これはこれでいいんじゃないのって。そんなわけですね、佐藤ジュリアです、よろしくお願いします。まずサクサクっと、これからかな、近いやつ、まあ毎回言ってるんですけど、ここが噂のエルパラショーっていうテレビ東京の夜中にやってるドラマなんですけど、エキストラですけど、こちらに出てますね、何回か出てるんですけども、残りが9話と12話かな、最終話。11話ももしかしたら映ってるかもしれないんですけれども、よかったら見てください。はい。でですね、続きまして、これメイン MC を地上波でさせていただきます。音楽番組ですね、ミュージックアクア。これ4日の日曜日の深夜です。ぜひぜひこれも見てください。MC やってます。いろんなアーティストさんを紹介する番組なんで、よかったらね、そこでインディーズのお目当てさんでも見つけてもらって応援してください。はい。はい、続きまして、この間発売されました、ミュージック PV です。ガールズネクストドアさんのブギウギナイトですね。これ深夜のなんだっけ、私のホストちゃんの主題歌になっておる歌なんですけど、ブギウギねみたいなのね、それのミュージック PV の後ろでですね、踊っております。これエキストラなんですけど、結構ね、最前でガッツリ映ってたりするので、よかったら見てください。すごいね。はい、で続きまして、ゆきちゃんもね紹介してくれたんですけど、私第2第4日曜日の15時から16時、ジュリアとゆうきの日曜クラブというものをやっております。ぜひぜひこれもですね、見てください。まあゆうきちゃんがね説明してくれたんで、ザザッとなんですけども、よかったらガンダム特集か、はい、やります、こんな感じですね、以上です。ガンダム特集ちょっと気になるんだよね、見てくれてもいいし出てくれてもいいし。あの、ね、1回目2回目はね、アーカイブでね見てるから、あ、本当ですか、ありがとうございます、ぜひぜひ続きも見てください。皆さん見てください。そんなわけですね、今回はまあ長い自己紹介です。いや次のね、コーナーがね、私メガネについて語ってもらおうかなと思った、意外とみんなメガネについて語るものがないみたいなオチになっちゃったというね。いっぱい持ってきたんだけどね、私はね、これ映るかな、私家からねお気に入りのメガネをいっぱい持ってきましたですね、伊達メガネですね、いろいろ持ってきて、これだけマジモンのメガネなんですけれども、私目が 0.03 ぐらいしかないんで、でちょっと遠視じゃない、いや、なんだ、乱視も入ってるんで、これ本物のメガネなんですけどね、家からお気に入りのメガネを持ってきたりですね、結構伊達メガネ私するの好きなんですよね、結構伊達メガネするっていう人います？普段する、ああする、なんか、あ、する、何本ぐらい持ってますか？2本ぐらい。ああ、2本。何本ぐらい？だいぶ減らしたけど、5、6本はあるから。ああ、結構みんな持ってるね。減らした方。減らしたよ。昔10本じゃあちょっと、あ、議長、議長、はいはい。議長さんから質問があるんですけど、メガネで語るってフレームの強さとかってきてるんですけど。あのね、まあ、いろんなあってね、私、今日ね、持ってこなかったんだけど、メガネフェッチについて語ろうかなと思ったんですけど、で昨日もね、ウィキでね、いろいろメガネフェッチとか調べてたらね、あんまり放送に載せれることが載ってなくてですね、ピーって入るような内容とか、多かって、あ、微妙だなと思ったりしてね、で、家からちょっと、そう、お気に入りのね、メガネを持ってきたりしてたんですけどね、なんか、それで、ちょっとね、しずくちゃんがすごいね、すごいのよ。ちゃんと調べてきたよ。いろいろね、持ってきてくれたのね。前の時に、写真の時に携帯だけだったから、今日はちゃんとリベンジで、そう、すごい。調べてきたんだよっていう感じで。結構、その、なんだ、伊達メガネとかね、みんなするのにこんなのやってるよっていうんだよね。そう、ほら、伊達メガネ、長いから短くするけど、伊達メガネ、もともと伊達とは、目立つの立つから言われたと、されてるんだって。で、つまり人目に触れるような派手な行動をすること、または派手な行動で外見を飾ることの意味があり、近眼や老眼などの視力の矯正を目的としていない、お飾り用としてかけるメガネです、っていう感じで書いてあるんだよ。私、伊達メガネね、ちょっと病んでることを言ったらね、結構その、なんだろう、外界、これ本当病んでんだけど、外界とね、遮断できるから好きなの。
そっちか、やんでんな、やんでんな、もともと化粧とかすっぴんでね、嫌だなって思う時もかけるし、あとなんかたまにね、ちょっとこう外界と遮断したいなと思う時に、結構メガネかけてこう気持ちを入れ替える。あとなんかやっぱ自分ね、こう飽きちゃうから遮断する時私グラサンだよ。グラサンはね、いかつくてあんましないんだよね。でも金髪グラサンだとね、電車横座ってこないよ。座ってこないんですよね。なんもしねえよっていうね。やらみたいな。普段こう結構帽子に眼鏡かけてマスクとかして歩いてたらね、すごいいかがわしい人とかになっちゃうからね。なんか見られるよね、無駄にね。それアウト。それでマスクすれば一番アウト。一番アウト。職質されるよ。あれほら、あと伊達眼鏡と芸能人とかなんかコメントなさってますか。トーミーさんがね、半世紀近くガチ眼鏡ですって来てるんですよね。そうなんだ。例えばあのエビ、ね、似てるね、イーさんに似てるからね。イーさん似てるらしいから、多分じゃあメガネなんだろうなって思ってましたけど。そうだね、確かに。ジュレちゃん知ってるもんね。ジュレちゃんとおとめさん見たことあるからね。そうですね、生トーミーさん来ていただいたことがあるので、トーミーさん見せてくれないの。見たいな。いいだろ、モザイク入っちゃう。モザイク入っちゃう。モザイク入っちゃう。そうだよ、モザイク入れれるから。モザイク入っちゃう。バケツの用意する前にモザイク。そう、バケツいらないじゃんってなっちゃう。モザイク入ってもバケツ。チャイニーズ系の顔立ちの前にどんなメガネが似合うと思いますかって、シルソルさんが。シルソルさんはチャイニーズ系の顔立ちなんですか。チャイニーズではないよね。普通に可愛い好青年だよ、シルソルさん。うん、すごいね、人柄の良さが本当に前面に出てる。なんか釣り目とかじゃないよね、なんか優しい目してる。でかいとかじゃないけど、そういう、そう、メガネはでもあの、なんだろう、顔立ちというより顔の形とかね、結構選ぶよね。うん、私とか顔丸いんで丸っぽい眼鏡するとほんと、丸みたいになっちゃうんで。大丈夫、私もそんちゃうから。あんまり丸い眼鏡とかしないけどね。姉さんの場合マスクをしておけば座らないと思うってきてますね。いやでもね、リアルにね、マスクでこう、金髪でこうやって見てると普通にね、本当に確かに最後だよ。横座るの、私の横座るの。なんなの、威圧感出してるかな、私。すげえ不審者なんだよね、絶対ね。近寄りたくないな。確かにマスクで普通に呼吸、ボーカルの呼吸の練習とかしてるけど、やってるけど。それ怪しいじゃん。普通に捕まるよね。マスク越しにリップロールとかしてるからね。普通に。それが、なんかその、なんかの、あんまり放送できないけれども、そういう人と間違えられてたんですよ。おかしいなぁ。ね、ワンコーナーお願いしたい。高熱の人も喋してあげてってね、なんか。そうだね。ワンコーナー、メガネ。あの、じゃあ、メガネ、メガネについて語れる人います、うん、なんか。せっかくなんでメガネ。メガネだというふうな。メガネフェチ。メガネフェチ。どんなメガネ。何やってるの、イケメンがメガネかけてると、なんか、そそりません？例えばさ、誰メガネでイケメン。うん。っていうと、あの写真集とかでよくメガネしてるね、のがあって、それ好きなんで、あのトリプル A の西島くんとか、メガネがイケメン好きだな。まあ、イケメンは何しても似合うっていうオチもあるけどね。イケメン何やってもね。あれさっきのエピソード言わなくていいの？なんか言った。楽屋でさ、メガネのかけ方言ってたじゃん。あれ言いなよ。なんか最近、イケメンさんとか綺麗なお姉さんって、ここの髪の毛をフレームこれ、にインするじゃないですか。これってなんか最近流行りみたいですね。そうちょっとやっとくか。キラーン。どう考えてもおかしいよ。それは変だね。耳が見えてないし。じゃあジュリアちゃん、さっきのやらせよう。そうだ、私ね、持ってきたメガネでね、めちゃくちゃエロいのがね。ジュリアちゃんのメガネで、赤いフレームなんだよね。これゆるちゃんにかけさすとね、顔がさっさとかけろ。エロい、エロい。女子教師みたいな、ね、なんか久々にこういうなんかまともなゆりちゃん、ちょっとね、今ね、すごい照れてんだよ。ちょっと顔がなんか照れてる、照れてる。黙ってればいいのに。こういうキャラ見たわ。あの、結構ほら、褒められたら弱いタイプでしょ。褒められないから、もうやめて。動揺してる、動揺してる。かわいい、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 ユーリー分かりやすいな、まだまだって結構ね、いつも
いじられたりちょっとドヤ顔な感じだけどね。可愛い。これ可愛い。可愛い。いらない。可愛い。もっと言ってもっと言ってもっと言って。めっちゃ可愛い。もっと言って。もう一回言って。もう一回言って。もう一回かけろ。もう一回。なんでこのドヤ顔なんだよ。こいつは漫才でもないっていうね。これが照れ隠しか。ほら、カワウィウィーって。カワイって言ってほしいな。カワイってカワウィウィーって。カワウィウィー。もうこれ、あ、もうこれから決めた。もうモザイクじゃなくてね、あの、のっけからもう超今日可愛いって褒めることにしよう。これから罰ゲームで、ね。もう何から何まで褒めよう。あ、じゃあ、あれだね、遅れてきたら一歩遅れるごとに、うん、モザイク入りの、でもの、まず可哀想だから常に可愛い褒める。可愛いみたいな。あ、可愛い。遅れてきた可愛い。何何みたいなね。可愛いのにモザイク入ってる。切ない。そう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 。ドヤ顔の意味がわからないって言われて。あ、でもドヤ顔すらも可愛いって感じ。優しい。優しい。優しい。ありがとうございます。ジュリアさんのメガネだったね。そう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 。漫才でもないっていうね。あ、モザイク入ったモザイク入った。ナイスです、ナイスです。今日もろいね。ね、新しい機能が。ね、今日もすごいよ。新しい。やばいよ。うちら二人ともモザイクにされちゃうよこれ。日曜の番組とかうちら二人ともモザイク。ね、昼間からモザイク。ゲストだけです。あれ、岩崎さんもドヤ顔連発しない方がって岩崎さんにもやっちゃった。やばいね、やばいね。やばいね。封印してたからね、おかしいなぁ。でも超褒めてくれてるよ。笑いに貪欲な姿勢も可愛い、見習いたいって。なんかね、今日はほら、2人のね、新しいキャラが確立した感じだよね。ロドエルと、可愛い。キャラじゃねえし。しかも、シリサルさんが、俺もモザイクかからないかなって思ってた。わらわらわら。モザイクかかるよ。さすがだね。おかしいな、まあそんなこんな今日の、ほんと今日ね、今日ね、あれだよね、テーマはそんなに一貫してないのに、面白いな、今日。ね、一応考えてきたけど、これいらないわって思ったもん。いや、今日ね、本当にね、私、先週、メガネって振った割には、メガネネタないなって、ずっと昨日もね、悩んでたんだけどね。で、そのままあって、ちょっと自己紹介伸ばそうかなと思ったけど、うん、今日はね、いろんなキャラだね、みんな ね。確立したよね。じゃあ、だから、ドノニーとボスは、うん、あの、ボスはだけど、ボスもそうだけど、うん、なる、ジュリアちゃんの時に絶対いじられると思ったから、そうそう、格好の餌だろうなと思って。餌で言うな。いや、だって餌以下じゃん。餌以下だ。私これからイケメン推しだからね、ずっと彼だからイケメンじゃないから。頑張った方がいいよ。ダメだよ。もっと手術した方がいいかもしれない。嘘。私の中では結構イケメン推しなんだけどな。じゃあイケメンにしてあげて。イケメンにしてあげて。改造して。改造したい。ちょっとここに新しい方が来たんですけど、レディオバユキナバルさんが来てくれました。ありがとうございます。いらっしゃいませ。この方ですね。はい、I'm from マレーシア。おー、マレーシア。ありがとうございます。すごいね。グローバルですね。ありがたい。さすがユーストリーム。そして、シルソルさんが、全然ボスって感じじゃないんだけど。な、俺、あなたでしょ、俺。まあ、ボスの名残もね、ドドニーと同じ下りの流れで、ボスっていうセリフ、なんか、なんか、いや、いい、それは言わないで。はい、言ってみてだけ。あ、これ言ってください、言ってください。いや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 、それは言わないで。ボス、お疲れさんですっていうセリフがあって、それを自分で作ってきた台本なんだけど、それがみんな大爆笑で、先生も大爆笑で。あ、じゃあ、あれだ、ボスなんじゃないんだね。ボスの手下っていう役をやって、で、そのボスっていうセリフがすごくなんか良かったから、ボスってことね。ボスだけの手下。ボスだけの手下。ボスだけの手下。下っ端みたいな感じで。そのめちゃ手下で、ボスの手下って。そうそうそう、ボスの手下。ボスの手下。あ、名字。それは多いよ。Hi, from Japan, わら。Hi, from Japan, わら。はい、まして。レディオンバー、レディオさんが、はいって言って、で、中小さんが、はい、I'm from Japan、かっこ笑いってね。すごいね、なんかね、こう、視聴者さん同士でね、グローバルですね。でも、レディオさん消えましたから。あら、落ちちゃったのかな？レディオさん。落ちちゃったかもしれないね。で、ザキヤマさん、メガネ、メガネって、このタイミングで。メガネ、メガネ。かわいい方のメガネ。いろいろあるからね。メガネ方にしないと。ドヤ顔いらない。ドヤ顔するときにモザイクかけちゃうよ。かわいい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 。もう帰っていいですか？ダメだ、あと10分だから。
のをまだダメそうですこれガチだよガチだよガチでやめろって言うんですよまあ言われないからねだからねわかるよあまた来たレディオさんまた持ってきたお帰りなさーいお帰りなさーいシルソンさん可愛すぎて思わずシャットダウンしそうになったよどういうこと？やだ可愛いってきた。でもね、私も結構普段いじられキャラ多いんだけど、うん、あのいじられすぎると褒められるとなんて返していいか分かんないよね。逆に褒められるとあーなんかね可愛いねって言われた時に、うんうん、あもう ありがとうございますしか言えない。いやそう申し訳ない。申し訳ない。確かに先生だけあれば。先週のお政治あ、そうだあお政治なになになにそれだから、ね、2週目に乙女ちゃんがこうやってめっちゃ褒められて、うん、ポンさんがねめっちゃね、うん、いつも褒めるじゃん、うん、だから恥ずかしいからさ、うん、お政治で流行らそうっつってみんなでお政治ってやってたそうやってんやじゃあそれをやればいいんじゃない？ジュリアちゃんにターゲットが映った。ジュリアちゃんすごく可愛いですね。ありがとうございます。全然足りません。慣れてるぞ。こっちには慣れてるぞ。可愛いね。ユーリン可愛いね。ユーリン可愛いね。可愛い。可愛い。ほらほらほら。ほらほら。はけるなはけるな。ナイス。だって今の流れ絶対そうでしょ。でもね、リオさんがね、うん、あの、You are so cute ってみんな可愛いねってね。ありがとうございます。優しい。当たり前。当たり前。出来上がったいじめ。リオの対話だ。ちょっと待って、俺がチャットダウンしてから帰って笑わない。はい。いやいやいや。同じ、この、本当に。こっちの中の会話が面白いよね。これこそ本当にね、ユーストリームのいいとこですよね。こうリアルタイムでね、会話しながら話ができるっていうのね。私も入れるようになった。登録したよ。あ、本当？私も入ってる。なんかマイミンの、マイミンって言っちゃった。そう、マイミンの、マイミンの漫画ランドあるじゃん。あれで入ってみようと思う。あのアンソード答えるよ。チャットで、みんなで、ジュエちゃん来てくれて、ピークのチャットだ。みんな行こうってなったじゃん。登録して、ふんって入って、あ、難しいのねと思って。いや、ね、みんな打ち込み早いなと思って。早いよね。すごいっすね。私重いからね、うん、結構そのリアルタイムの時のコメントが入れなかったりとかね、うちのパソコンがバカなのかな。そうなの？うん。みんなすごいこれなんつうの打ち込むの。うん。なんつうの？フライングタッチでね。フライングタッチ、うん、これ遅いからさ私。みんな早いな。なんかこうメガネのキャラとかさ、ん？なになに？でも、でも真剣にリアルにザキヤマさんって可愛いですよね、わらわらってきてるよ。わらわら。読むやめたのにね、さ、読まないよ。やめたから読まなきゃ。だから読まなきゃ。そうね、あのコメントのタイミングとか難しいんだよねって言ってください。こうね、やっぱここすごいバーってね話が進んでるから、こうね後になっちゃったりとかしね、コメント打つのが難しいんだよね。ジュニオさんいきなり日本語で打ってきたんですけど。あら本当だ。経由で放送？経由どっか、どっか経由してる。海外の経由地点があって、うん、ポポーンってマレーシアまで行って。ほらシルソンさん、ナイス姉さんって来てる。ほら。ほら。ナイス。ほら。かわいい。かわいい。かわいい。もうやめて、かわいいですね。なんかね、そんなギャップに燃えるんじゃないでしょうかね。うまくまとめたよね。いや、これ映像言ったらかわいそうかなと思ってね。そうだね。ちゃんと見てるからね。そう、うん、いや、本当にね、私も大阪人だからわかるんだけど、うん、私特に大阪人なんで、大阪の文化ってね、うん、結構けなしてかわいがりみたいなのがあるから、うん、お前アホやなとか、お前何やってんねんっていうのがちょっと可愛がりの一種だったりするから、あの褒める文化じゃないんね大阪って。だから逆に褒められるとね、何していいか分かんないよね。お前アホちゃんみたいなの言われたら、ほんまやねアホやねんとか乗れるんだけど、やっぱ可愛いねとか素敵だねって言われたら、ありがとうございますみたいなね、返すのが難しいなとか思ったりする。ボケづらいわみたいな。そうそう、ボケづらいわみたいなね。あるある。特にユリはボケを噛むから簡単に文を書くのが難しい。なるほど。何ごめん。文まで噛むってことだし。病気じゃん。病気じゃねえよ。でも今のジュリ
リアちゃんのあれで。なるほどね。そうなんです。東京来てね、すごい思うのがね、あの、ボケれないし、うん、なんかね、結構、なんだろう、悲しい話とかさ、うん、しょうもない話、大阪人はさ、こう、わざと言って、うんうん、気分テンション上げるみたいな、うん、今日聞いてこんな最悪な話やってんや、みたいな、うん。もうほんまありえへんやろっていうのを、うん、ほんまやな、お前ありえんわ。でも俺はな、もっとひどかってんぞ、って言って、こう、被ってって、うんうん、もうアホやなーっていうのだったけど、うん、こっちで聞いてくださいよみたいなったら、あーかわいそうだよねえみたいなえみたいなそうでほら、ね、うちらちゃんもほら生粋の大阪だからお笑いに、うん、あれじゃん、だってこっちのお笑いをずっと見てきてるんだけど、うん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 、やっぱ笑い違うよね、関西と関東、うん、違うね、本当にそれはすごい感じるよね、そう、も違うし、なんかこう突っ込んだら、うん、傷つくみたいでムカつかれることも多かったりとかでね、なんでやねんみたいなこう言ったら、うん、えみたいな、そう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 、なったりして、やっぱ文化ってあるんだなねえ、褒めるのって思ってても言うのが恥ずかしいって、ね、褒めてあげてくださいもん、褒めていいんだよ、うん、女の子はね褒められてどんどん可愛くなっていくんで、あ、さっきの方、私は本当に、うん、日本国、本当に国日本が大好きです、ありがとうございます、あなたが訪問マレーシアに招待されていますとね、うんうん、ちょっとね、あの多分翻訳サイトみたいなの使って売ってくださってるのかな、やってる、ありがとうございます、日本が大好きでマネーシアにも来てくださいってことですかね、そうですね、多分ね、いらっしゃい、うん、トミーさん、可愛い子は褒めますよ、可愛い顔を見せに行ってください、うん、早い早い早い、行き止まっていった、翻訳ってやっぱね、そうですね、やっぱそうですね、それはある、何回関東の方に怒られたかってね、ね、本当にね、全然違うんですよね、なんかやっぱあの基本そんななんだろう、嘘も言わないし、うん、思ったことストレートに言っちゃうから、うん、多分それであんまりね、ズーズーしいとかね、いろいろ思われるみたいで、うん、東京の文化ってそうなんだなと思ったりとかね、てかメガネの話からずいぶんそれちゃいましたけど、まあまあこれはこれで、まあ、こんな日があるわというわけで、うん、でもほら、はい、もういかなかったじゃん、うん、まあそんなわけでですね、うん、あの5分前になってきたんで、最後にちょっとずつ ね、もう終わっちゃう、面白かったからな、もうちょっと喋りたいんだけどね、あと1時間でもいけそうだよね、ね、まあ、じゃあ最後に告知をちょっとずつ近い人からしていってもらおうかななんて思うんですけれども、一番近いのがさっき聞いたらね、はい、ボス、はい、ボスがね、ボス、一番近いんで、ボス、お疲れ様です、いや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 、ボス、お疲れ様です、お疲れ様です、ボス、いや、お疲れ様です、からのテリー、いや、テリーのキャラで今日告知を、すいません、先ほども告知させていただいて、普通にしちゃったけど、はい、普通になっちゃったじゃん、テリーやばい、どうしよう、はい、はい、どうぞ、6時から放送の、うん、ユーストリーム渋谷スタジオで生放送、うん、長友情勢のまるごとガガ秋の大感謝祭3時間スペシャル、うん、この番組をこれからやるので、はい、どうぞ見てください、うん、この後ね、このままパソコンの前にいていただいて、6時からは彼の番組見てあげてくださいっていう話ですね、うん、はい、あと、ん、なになに、新庄さんがね、うん、メガネの話をまとめると、姉さんがサングラスをかけたら誰も近寄らないっていう話でいいですよねってね、ちょっとリアルですよね、しかもメガネの話じゃないのにサングラスに飛んだったから一回かけてみます、あれはやばいでしょ、あれは誰がかけても挙動不審だよね、怖い怖い、絶対怖い怖い怖い、私もこのちっちゃい形だと私合わないんだよね、顔がでかいから、いかついよな、これ誰がかけても、うん、うわ、いかつ、怖い、マスクしたら怖いじゃん、あ、なんかいろんな、いろんなエフェクトができる、うまい具合に切り替わった、なんかいろんなエフェクトができることが発覚しますね、すごい、新機能だっけ、昭和のヤンキーいるいる、いる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 、あのなんかね、コンビニとかでこうなってそうな感じ、あ、こうなってる、岩原さんもどこの組の女だ、いや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 、で、ね、ほんで、しずくちゃんもみんな、でもそんなにあれなんで時間もないんで、サクサクとかと、じゃあこんな感じで、はい、毎月第1、第2、第3、第4とそれぞれ MC が違い、色も違いますので、東京ドッカン金曜日毎週欠かさず見てください、はい、そしてチャットの参加お願いします、はい、でですね、まあ、同じくですね、このユーストリームのやつなんでつながりで、うちのところもこれ第2、第4日曜日ですね、あのジュリアとユウキの日曜クラブやってます、ぜひぜひ見てください、はい、横に出してみた、はい、つながりで、はい、ちょっと言っちゃっていいですか、はいはい、はい、12月25日のクリスマス、
この放送は、うんうん、クリスマスパーティーをやっちゃおうかなっていう感じで、おお皆さんいい、ね、いらしてください、うん、はい、で放送後に1時間ぐらい時間取れたら、うん、みんなで交流会をしようかなって思っています。よかったら交流しに来てください、はい、いいね。そして残り1分になりますが、めちゃめちゃ近い人で告知したい人、はい、はい、どうぞ。しっかり出しとこうと。11月27日、はい、日曜日、はい、ファッションタイムコレクションサイド A、はい、13時から14時生放送よろしくお願いします、はい、ぜひぜひ皆さん。12月4日、はい、15時から16時、シュラとレナのトーク番組、うん、タイトル募集中です。よろしくお願いします、はい、ぜひぜひ見てあげてください。で、そんなわけでですね、今週もですね、まあ、無事に、うん、無事にですね、終わりました。はい。まあ、結構ね、いろいろとね、いじりがいがある人たちができたということでですね、うん、褒められに弱いとかね。かわいい。かわいい。お疲れ様でした。ちょっと、あと何十秒だよ。まあ、そんなですね、こんな新しいキャラもどんどん発掘していって、ならいいかななんて思ってます、うん、ぜひねブログなんかでも見れないみんなのキャラクターもあると思うんで、うん、ぜひぜひこういうところで発見してください。でそんなわけでですね、今週もこのメンバーでお送りさせていただきました、うん、またまた見てくださいね。ありがとうございます。またね。